朝の情報番組、目覚ましテレビで可愛いと大人気だった、フリーアナウンサー、海藤愛子さん、好きなお天気キャスター、気象予報士で1位をキープしたこともあり、愛され旅はナンバーワン。今回は、海藤愛子さんの年収と病気からの復帰について、また昔の姿についてお伝えしていきます。それでは、お楽しみください。海藤愛子のプロフィール、生年月日、1984年1月25日、身長158センチメートル、出身地千葉県四街道市、最終学歴は早稲田大学、第一文学部卒業、所属事務所セント・フォース、第一章、海藤愛子の年収、2015年から10年間、目覚ましテレビのキャスターを務めた。海藤愛子さん、しかし2015年に番組を降板するとたちまち露出が減ってしまい、2023年現在姿をあまり見かけません。ここで海藤愛子さんの年収について、目覚ましテレビ出演当時と2023年現在に分けて見てみましょう。海藤愛子さんの当時の年収は1億5000万、最低でも3400万ほどと考えられます。海藤さんは実は初めからセントフォース所属のフリーアナウンサーです。就職活動ではフジテレビのアナウンサー試験に落ちてしまっているので、実は局アナではありません。そのため、目覚ましテレビにはフリーアナウンサーとしてのキャスター登用でした。フリーアナウンサーの年収は個人差が大きくピンキリですが、視聴者に知名度があるような人気アナウンサーは1億以上稼いでいると言われています。海藤さんは2007年好きなお天気キャスター、気象予報士ランキングでは3年連続女性1位、さらに2009年好きな女子アナランキングでも3位にランクインするなど、トップレベルの超人気アナウンサーでした。出演料について、テレビは1本30万から50万、 CM は1本300万から多い人では1億もらえると言われています。海藤さんは目覚ましテレビのキャスター出演だけではなく、 CM 出演、写真集の出版やタレント活動もしています。このことから当時の海藤さんの年収は1億5000万、最低でも3400万はあると考えられています。大学を卒業したばかりの人間にとってはかなり高額なお給料ですね。可愛らしい見た目とほんわかとした性格が人気の海藤さん。そのキャラゆえか、フジテレビの厳しい採用試験では不合格となってしまいました。しかし、社員として組織の局アナで働くよりも、彼女自身の強みが自由に活かせるフリーアナウンサーが結果的に合っていたようですね。2023年現在の年収は、目覚ましテレビ降板後はすっかり見かけなくなってしまった。海藤愛子さん、現在の年収は3400万、最低でも1000万以上と考えられます。海藤さんは現在もセントフォース所属のフリーアナウンサー兼タレントとして活動しています。代表的なお仕事では、情報番組ゴゴスマ、 BS11 競馬中継や馬な日11に出演、また BS 放送の知りたい SDGs やラジオ TFM 海藤愛子の窓カフェにも出演し、自身のカレンダーも毎年出しています。現在の収入については、ゴゴスマ出演だけでも年間900万の見込みなので、年収1000万以上は確実、総額では3400万あると考えられます。見かけなくなったといっても、これだけの収入があるので、フリーアナウンサーは有名であれば稼ぎのいい仕事と言えますね。海藤さんは昔ほど高収入ではありませんが、現在の年収でも十分生活ができているでしょう。第2章、海藤愛子、病気からの復帰。海藤さんは2021年5月に
突発性難聴障害になり、治療のために約4個月間休養していたことがあります。2021年9月には、BS11 競馬中継への出演で、すでに復帰しています。復帰のコメントでは、休養にあたり迷惑をかけたことをお詫びし、これからも仕事を頑張っていくと語っています。海藤さんは体調不良のため、病院を受診すると、医師から突発性難聴障害と診断され、すぐに休養に入りました。突発性難聴障害は、前触れもなく、突然片耳の聞こえが悪くなる病気です。一週間以上放っておくと、完治が難しいので、早期の治療が重要だそう。海藤さんは異変後すぐに病院に行き治療を開始したため、無事復帰することができました。死に至る病ではないものの、アナウンサーにとって会話を聞く耳は命。毎日一生懸命仕事に取り組んでいた海藤さんですが、とても不安な日々を過ごしていたことでしょう。突発性難聴障害になる原因は明確に分かっていませんが、ストレスや過労、生活習慣の乱れから来るものだとか、ストレスに関するものだと、海藤さんは以前バラエティ番組に出演した際に、韓国批判とも捉えられる発言をしてしまい、バッシングされる経験をしています。問題の発言とは、番組でタクシーで起こった経験を聞かれた時に、韓国のタクシーで目的地以外に連れて行かれそうになり、危険な思いをしたと海藤さんが回答したもの。番組には日本でも人気の韓国ボーイズグループ東方神起も出演していたため、一瞬場が凍りついてしまったとか、これが韓国批判につながるのではないかとバッシングを受けてしまいました。また海藤さんは否定していますが、喫煙をしていているという噂で、これでもバッシングを受けています。これらの影響があってか、最近は以前より仕事が激減、年収も落ち込んでいるので、様々なストレスから体調を崩してしまったのかもしれません。海藤さんはそれでもめげることなく、休養時は治療に専念、今では完全にお仕事に復帰をしています。第3章、海藤愛子の昔の姿。海藤さんは昔から可愛く優秀だったようです。高校時代の写真が可愛いと話題に、中学から受験進学をしており、高校は渋谷教育学園幕張高等学校に進学。同校の時偏差値は70から75、千葉県内でトップレベルと言われています。海藤さんは昔から才色兼備であったようです。ただ引っ込み思案で暗い性格だったので、異性から全く好かれない中高生時代だったと語っています。小学生からアナウンサーになるのが夢だった海藤さんは、女子アナの登竜門と言われる早稲田大学に現役で進学。早稲田大学ではアナウンサースクールにも通い、内気な性格を直すために野球場のボールガールのアルバイトもしていました。就職活動時代に挑んだアナウンサー採用面接では、アナウンサーは向いていない、一般職を受けた方がいいときつい言葉を言われ、その場で泣いてしまったというエピソードも。海藤さんにとってアナウンサーは小学生の頃からずっと追いかけてきた夢。緊張の中、これまでやってきたことが否定されたようで悲しかったのでしょうね。しかしながら、局の社員としてやっていくには厳しい言葉をかけられることは多々あるでしょう。そう考えると、ピュアな心と笑顔が人気な海藤さんはフリーアナウンサーとして進んで正解だったと思われます。第4章、実家は栃木県。海藤愛子さんは一人っ子で、実家は一般人の両親2人との3人家族でした。里帰り出産のために両親が栃木県に移住、そこで生まれ育ち、小学生になると千葉県四街道市に引っ越しました。幼少期に過ごした栃木県の家は、田んぼや畑のある自然豊かな場所だったそうです。
海藤さんは昔からマイペースな性格で、父親に大変可愛がられたとか、のどかな場所で実家の両親に愛されて育った経験が、可愛らしい海藤愛子さんのアナウンサー像へとつながっているのでしょうね。